番いいのはご飯食べながら。これなんか勝つんちゃう。だって人さみんな屋台に夢中やん。ということで近畿大学の文化祭に来ました。来ました来ました。もう大学生やっぱいいですね。イーラの大学生でもなんか自分も大学生の気持ちなんやけど、よう考えると4個下やから全員最低でもやる。えら怖いね。やばいよな。えら怖い。でちょっと今日来ることをもうみんなに言ってるんですよ。みんなとかツイッターだけなんですけど言ってるんですけど、これで唯一なんで対決したいと思います。どっちがバレずにいけるかって。結構範囲が広いんでね、10人ぐらい。もしまだ全然あんたでも知ってる子も来てる状態ですよ。そうですね。それで、何さんですか？では、事前で終了で。一応、近畿大学は、去年は3日間で10万人。そうそう。だから、めっちゃ人はめっちゃおるんで、もしかしたらそのまま屋台を一人で回り、寂しく終わるかもしれない。いやー、どうなんやろな。まあ、それを対決していきましょう。君の髪型結構ハードル高い。うん、いいもん、思ってる。頑張るわ。行きましょうか。オッケー。じゃあ行きましょう。室内に行きたいと思います。ゆいは あっちに行こう。でここで一番いいのはご飯食べながら逃げるっていうのが一番いいやん。じゃあ行こい。でもお腹空いたよな。なんか食べたよな。そこ行く。あーやばいよな、あれ絶対人が。バレへんかったらいいんやろな。もなんか食べようじゃん。でもな、調子乗ってるけど別にランたち認知度低いからさ。まあみんな思ってるでしょうね。別にお前らのことなんか誰も見てないし、絶対お前ら見つからんやろみたいなね。これなんか勝つんちゃう。だって人さみんな屋台に夢中やん。え、めっちゃ怖い。もう逃げ切ってどんだけ屋台食べれるかにしようか。なんか食べよう。早く食べた方が勝ち。危な危な。知ってるリスナーおった。危な、後ろに。危な、ほんま危なかった。今見た、よかったよね。今6人ぐらいおったで。ミルセンいきます。ちょっとバレてる気配ゼロやな。ありがとうございます。ミルクせんべいゲット。シュール。焼き鳥、焼き鳥買おう。焼き鳥。こうまあでも顔このままでは知るからな。色に気づかれたら終わりよ。せめて1個は食べたいよ、ほんまに。うんこいらんでいた。うんこしたなんていた。大学でうんこてな。お待たせしました。ありがとうございます。焼き鳥のタレでございます。来ました。1個目記念すべき。ちょっと1個目食べました。それ言われへん。え、でもランド今1個でちょっと焦ってるってことは。いや、そんなことない。行こう。さっきのなんじゅかにんじゅかチキン食べる。まんじゅ、まんじゅ美味しいから。まんじゅ、まんじゅ、はい。見つかった。見つかったわ。見つかった。見つかったっていうのをなしにしてもう一回行くっていう。それでランがあそこで見つかってお前の負けっていう。見つかってないです、ほんまは。でも引っかかってあそこに来たら知り合いがおるよっていうのでランが見つかったっていうのでランが終わり。見つかってないですよ。うん、聞こえてます。ラン見つかってます。焼き鳥買いました。2個目、言います。3品目。いけんな、結構。やばい。左ここ、こっち回ろう。ジュンちゃんですよね。はい。次バレるまで頑張るわ。